ローランド・アッシュ1994年の DTM ドニントン戦に出場したサイのアッシュ。ローランド・アッシュはドイツのレーシングドライバー、ドイツツーリングカー選手権において活躍。1990年代のドイツのモーターレースシーンの代表的人物の一人、メルセデスのドライバーとして活動したことで知られ、日産とも関係が深いドライバーでもある。 旧西ドイツシュトゥットガルト近郊のアマーブッフ出身。アッシュのキャリアは1973年にスラロームで始まり、1981年にヒルクライミングに移ってドイツのチャンピオンに DTM のカブトロフィー部門でサーキットを走った。DTM には1985年から参戦しており、1988年にはメルセデスベンツ 190E をドライブして、 シリーズ2位となった。1993年にも再びシリーズ2位となり、メルセデスベンツの主要なドライバーの一人となる。1995年からは、2000cc クラスのセダンによって行われる、スーパーツーリングカー規定の、ドイツスーパーツーリング選手権に、フォードから参戦。フォードモンデをドライブした。一勝してシリーズ8位につけたが、翌年は低迷。 フォード撤退後は日産に移籍し、サッシャ・マーセンと共に日産、プリメーラを運転。優勝こそなかったが、安定的にポイントを獲得して、再びシリーズ8位となった。1998年は、マーセンに代わって、日本でレース活動していたミハエル・クルムがチームメイトになった。この年は、BMW のジョニー・チェコットや、プジョーを運転して、昨年度のチャンピオンとなり、 翌年イギリスツーリングカー選手権でもプリメーラをドライブしてタイトルを獲得したローレン・アイエロなどの競合ドライバーが揃う中表彰台に何度も上りアッシュにとっては2年ぶりシリーズ2度目の優勝をニュルブルクリンクで飾った日産勢にとっても優勝を飾ったのは2年ぶりのことでこのレースのアクシデントで亡くなってしまったキース・オドールがアブスで挙げた優勝以来のことであった 翌年は、日産が、イギリスツーリングカー選手権に集中することになった。ため撤退し、オペルのイルムシャーに移籍したが、優勝を上げることはできず、シリーズ10位となった。翌年、STW が消滅して、再び、DTM が新規規定のレースとして開催されたが、アプトスポーツラインから、スポット参戦したのみでその後は参戦しておらず、ポルシェカレラカップや、 ニュルブルクリンク24時間レースに活動を移すことになった。ニュルブルクリンク24時間レースにはニスモのサポートを受けて参戦するチームファルケンより2002年から日産スカイライン GT-R で参戦し、この年は4位だったが、翌年はディアクショイスマンと木下隆行、田中哲也と共に2位に入った。ツーリングカーで活躍するともに、アッシュはポルシェシリーズにも参戦。 1988年と1989年にドイツポルシェ944ターボカップで2回チャンピオンを獲得し、1991年には自身3度目のタイトルを獲得した。すでに50代となっていたが、ポルシェカレラカップで2003年まで活躍し、2004年のシーズン中に一度レース活動を中断したが、出身地のアマーブッフでディーラーを経営している RS ライン。 フォードのマシンでヨーロッパツーリングカー選手権に参戦した。1999年以来日産、ファルケンチームの主力ドライバーとして活躍を続けるほか、セアトレオンカップでレースをしている、息子のセバスチャン・アッシュをサポートしている。1994年、アルマンネンリンクの DTM で物議をかす事件に、ニ与。ライバルのアルファロメオのアレッサンドロ・ナニーには、 すでにラップされたアッシュのすぐ前を走っていた。前の車を押さえている間、ナニーにはヘアピンへの入り口で一時的に後輪をロック。その後彼はコントロールを取り戻し、レースラインをコーナーに持ち込んだ。アッシュは意図的にナニーにを脇に押し込み、スピンさせて車にダメージを与えた。ピットに入った後、ナニーにはアッシュの後ろに再び合流し、 意図的に同じヘアピンでリベンジしてトラックから彼に突っ込んだ。その結果、アッシュのメルセデスのチームメイトであるクラウス・ルート・ビッヒが優勝した。1999年限りでシリーズ消滅となる STW の最終戦、ニュルブルク・リンクでの第2レースで、アッシュは再び同じオペル・ベクトラをドライブするウーベア・ルチェーンをサポートするために恋に対戦相手を コースアウトさせたとして避難された。アッシュはジャンプスタートのペナルティでピットに呼び出されたがピットインせず後に彼のマシンの無線が故障していたと述べた。最後のラップで彼はチャンピオン候補であるアルゼントアプトスポーツラインのクリスチャンアップとアプトのチームメイトであるクリス・ニッセンをラップしようとしていた。ニッセンは最後から2番目のコーナーでアルゼント絡んで アルチェンの車に大きなダメージを与えた。アッシュは最後のコーナーでアプトのアウディ A4 に接触してコースアウトさせサスペンションを破損してペースダウンを余儀なくされたアルチェンをアシストしたとされた。アルチェンは優勝したホンダアコードのトム・クリステン戦に次にいいで完走した。このアクシデントは当初レース中の事故とみなされていたがアッシュはペナルティを無視したことで罰せられた。 レース後、アルチェンのチャンピオン獲得が濃厚と見られたが、最終コーナーでのアッシュの動きに対するビデオ判定に基づいて DMSB の控訴裁判によって意図的な行動とみなされた後、11月にチャンピオンがアプトに決定した。アッシュにとっては因縁のチームになってしまったアプトスポーツラインだったが、翌年このチームのシートを得て復活した DTM に参戦した。 ありがとうございます。